こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄の方から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さないような深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。 YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、デートがつまらないと思っている女性のシグナルというお話をさせていただきたいと思います、ね。デートをしている時に女性ってすごくコミュニケーション能力が高い人が多いので、実際に面白いと思ってくれているのか、それともつまらないと思っているのかって見分けがつきにくいと思うんですよね。女性ってすごい合わせるの得意な人多いし、自分がすごく楽しんでくれてたって思ってたのに2回目のデート来てくれないとかってあると思うんですけれども、女性って必ずシグナルを出してるんですね。ではつまんないっていうシグナルは一体何かというと、話してる途中に例えば爪をこう見たりとか、あと髪の毛をこういじったりとかしている姿は、結構その話が面白くないと思ってたりとか飽きちゃってるよっていうサインですので、ぜひ見逃さないようにしてあげてください。ではですね、メルマガの方から5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。本当に深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。